I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season four of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets, all that, and much more. 日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナーウィークリークローズアップイスラエル軍とイスラム組織ハマスによる大規模な衝突から昨日で1ヶ月となりましたガザ地区ではこれまでに死者が1万人を超えたと発表されています今日はその パレスチナ自治区ガザ地区でも活動をしていた、この方にお話を伺っています。国境なき医師団の松田孝之さんです。松田さん、おはようございます。おはようございます。国境なき医師団の松田と申します。松田さんは国境なき医師団では、どういう役割担当されてるんですか。はい、えっ、ー、と、国境なき医師団って、多分一般的に、あの。医療スタッフが中心、もしくは医療スタッフだけの団体って思われてることも多いんですけども。 大きく分けて、三つの部門に分かれるんですね。医療と財務とロジスティックっていう部門に分かれて、はい。まあ私は、えっ、ー、と、ロジスティックの部署に在籍しております。ロジスティックっていうのは物資っていうことですか役割の大半を占めるのが物資調達になります。まあその他にはセキュリティの管理、あとはまあ人の移動だったり、<え>病院、 えー、宿舎、事務所等、設備のメンテナンス、管理、などなど、幅広いので、<ー>ちょっと一概になんとも言えなくて、日本にない職種なので、なかなかイメージするのも難しいかなと思うんですけども、あの、行ってる活動も場所によって全然違う、まあ、それこそ紛争地と難民キャンプでも全然違うので、あとは住む環境も全く違う。 ので、本当に同じ仕事っていうのはないんですけども、ええ、まあ、えっ、ー、と、医療チームが円滑に活動を行えるようにサポートするのが、我々ロジスティック部門の役割となっていますその国境なき医師団もガザ地区での活動を行っているわけですが、松田さんも実際にガザ地区で活動されていたそうですね。はいえー、と今年の2月のの月月半ばから8月の末まで まあ今回、えっと、ガザに行くのは初めてだったんですけども、えっと、6ヶ月間、今年、ガザの内部で、活動していました。やはり、その、ガザに入るっていう時は、緊張感があったんですかそうですね。えっと、ま、ガザ、地形的に結構、世界でも特殊な形をしていまして、約半分がフェンスで囲まれていて、その他の半分が地中海に囲まれているような場所で、検問所が、えー 南と北に一か所ずつ、で我々と、と、まあ、外国籍の人間は北側、イスラエルとの国境沿いでしか行き来できないようなシステムになってるんですね。ええでまあ、国境を越えるのもイスラエル側の検査があって、でえー、とガザ側でもう一度検査があるというような、まあ、平均だいたい1時間から1時間半ぐらい、長い時は2時間以上かかる時もあるんですけども、ええ、まあ陸の自体で入れるんですけども、なかなか時間のかかる。 えーと国境でしたね実際にガザっってどんな街だったんなだたですか第一印象としてはあの本当に入った瞬間やはり世界が変わるというかあ本当に国境を越えた瞬間に全然違う国になるなっていう印象はありましたね。まあ、例えば日本だと 島国なので、あの陸路で国境を越えるっていうことがないと思うんですけれども、ええ、例えばですけど、福岡でしたら、福岡から。佐賀とか大分とかに越える瞬間って、はい、特に変わらないと思うんですよ、景色は。ええ、まあでも、傘の場合は、あのフェンスをくぐった瞬間に、あ本当に景色は変わったなというような印象は受けました具体的には、どういうところを見て、何がどう違っているんですか。あ、まず道路ですね。まあ、陸路で行くんで、車で動くんですけども。 ガザに入った瞬間に、まあ道路の質っていうのは落ちましたね。あとは建物の、まあ感じというか、ええ、まあイスラエル側です本当に綺麗な建物なんですけども、ガザ、まあ国境はちょっとあの、敵地にあるのでそういったところもあるんですけども、はい、まあ建物の感じなんかも、まあ基本あの向こうってブロック積んで積み上げたような建物になるんですけども、塗装がされてない本当にブロックのままの建物とかは多いなと思いました。 まあそんな中で、やはりこう街のような場所もあるわけですよね。はい、ただ、今あの言ったこととちょっと逆になっちゃうんですけども、われわれ国境なき医師団がベースにしてたところはガザ市内、ええ、まあ地理的に言うと北部なんですけども、北の中では割と中えり、ー、と南の方まあガザの真ん中らへんになるんですけども、ええ、そこに関しては、 かなり生活環境はいいなと感じました。<ー>ちょっと全く逆になるんですけども、ええええ、ホテルもありますし、多くはないですけども、レストランもありますし、ええ、喫茶店もある、ええまあ、スーパーも、はい、えっと、3つ大きいのがあるので、ええ、正直生活する分には困らなかったですね。そんなガザで、松田さんは具体的にはどういう活動を行ったんですか 私が、えー、と、在籍していた時はですね、まあ、私に与えられていた役割というのが、えー、と、ロジスティックの部門に数名、まあ、えー、と、チーム内の割合で言うとほとんどだったんですけども、の新しく、えー、と、雇用したチームが、えっ、ー、と、国境なき医師団に入ってくれたんですけども、ええ、その彼らの、えー、と、研修ですね、人材育成というのが主な役割でした。 なので、まあ、ちょっとあの説明しにくいロジスティック部門にはなるんですけども、まあ、ロジスティックは何か、ということをしなければいけないか、で実際、するにあたって、どういうことに注意しなければいけないかっていうのをメインにやってました新人で入ってきた人っていうのは、現地の人ってことですかそうです、えー、っと国境なき医師団の配分というんですかね、ええ、だいたい1割、2割、もしくは3割が我々のような海外派遣スタッフ。 で残りを、まあ、大半がですね現地スタッフになるんですね。じゃあ、パレスチナの方を育成していったと。の人です、まあ、ガザの人ですねあのパレスチナ、ガザ地区も結構な失業率なんていうのをよく聞くんですけれども、そういう中では、はい、国境なき医師団でそういった人材を育てるっていうのは、一つこう受け皿になってるってことですかね。 そうです本当に失業率が確か47とか8%だったと思うんですけども、雇用を増やすという意味でも、現地スタッフがだたい300人ぐらいいますので、少しでも雇用のお役に立てればなと思っていました。うん、松田さんがいらっしゃる間に、このガザ地区では紛争のようなことは起きたんですか、はい、はい。えー、っと、まずですね、ちょっと今回、えっと、ガザとイスラエル間で起こっているものは、戦争と双方、 あの、言っていますので、まあ、ちょっと私がいた時、ええ、もしくは過去のものと比べることはできないんですけども、え,ええと、私がいた5月にも、えと、空爆がありまして、はい。えと、5日間続きました。まあ、規模で言うと、1日だいたい200から250発の、えー、ミサイルが飛び交うような状況でしたね。 それはどこから来て、どこに落ちるっていうような情報っていうのは、前もって知ることができたんですか知ることができることがほとんどなんですけども、<う>えとその時は事前の情報が全くなく、えー、と夜中、確か2時半か3時だったと思うんですけども、ええ、に一発、ドーンと落ちて、みんなでそれで気づくっていう感じでしたね。 着いたのが2月半ばだったんですけど、3月に2回ほどあの空爆が続くようなことはなかったんですけども、10発ぐらい落ちるようなことはあったんですね、うん、まあ来るだろうと言われてきてたものだったので、ある程度、心の準備はできてたんですけども、私がいた空爆が続いてしまった5月は、本当にいきなり落ちて、その後にもう救急車がずっと夜中中、街を走り回っているような状況でしたので、 恐怖もありましたけどわあ気持ち悪いちょっとこれはいつもと違うなっていうような感じでしたね。 ということでここまで国境なき医師団の松田孝之さんのインタビューをお送りしました明日も松田さんの話をお届けしたいと思います紀子さんは科学。この他にも音楽プロデューサー松尾清さん RKB 報道局の神戸金文解説委員長日経エネルギーネクスト編集長山根紗之さんスポーツ文化評論家玉木正幸さん元 RKB 解説委員長飯田和夫さんクリエイティブプロデューサー三好郷平さんが 毎週さまざまなテーマで今ホットな話題を提供していますアップル、スポティファイ、アマゾン、グーグルの各ポッドキャストで RKB ラジオで検索してフォローをお願いしますまたリアルタイムで番組をチェックしたい方はラジコで RKB ラジオ田畑龍介グロウアップを聞いてください毎週月曜から木曜朝6時半から9時まで放送中です